オーストラリア戦、非常にちょっと臆したプレーが多かったので、思い切って、自分たちのサッカーをもっともっと表現しようということと、まあ、結果を恐れずにやっぱり自分たちのサッカーやらないと、まずは成長できないだろうというのも含めて、で自分たちのサッカーやればなんとか結果ついてくるということを信じながら今日スタートした中ではですね、まあ、取り組む姿勢は悪くはなかったんですが、まあ、結果として、勝ち点3が呼び込めなかったということが、まあ、一番の反省だったと思いますね、はい。まあ、それは選手よりも僕の一番反省しなきゃいけないところもあると思います。まあ、いずれにしても可能性は少しでもあるということはあるので、まあ、それに向かってもう今終わった瞬間からいい準備をして次の中国戦ということに切り替えるということ、まあ、それにもう尽きるしかないですし、はい、ということですね、はい。